絵画を委託した、数奇鏡、アンジェロジオリ。タルソスに上陸するクレオパトラは、フランスのバロックの画家クロード・ロランが1642年から1643年に制作した絵画である。油彩。主題は古代エジプト、プトレマイオス朝の女王クレオパトラ7世と、マルクス・アントニウスのエピソードから撮られている。フランス国王ルイ14世のコレクションに由来し、現在は、 パリのルーブル美術館に所蔵されている。また本作品の準備素描がダービージャーのチャッツワースハウスにあるデボンシャー公爵のコレクションに所蔵されている。女王クレオ・パトラはユリウス・カイサル暗殺から3年後の紀元前42年のフィリッピの戦いでカイサルを暗殺したマルクス・ユニウス・ブルートゥスの側を味方した。しかしブルートゥスが敗れた時、 クレオパトラは、その行動を問いただすためマルクス・アントニウスに出頭を命じられた。ところが、その翌年、キリキアのタルソスに降り立ったクレオパトラは逆に、アントニウスを魅了したと伝えられる。二人の間には、ソーセージが生まれ、妻オクタミィアがいたにもかかわらず、アントニウスは、彼女と離婚し、クレオパトラと結婚した。しかし、全31年のアクティウムの海戦で敗れ、 二人は自害し、三百年にわたってエジプトを支配したプトレマヨス王朝は滅亡した。この絵画は、ローマ教皇ウルバヌス8世の最も近い協力者の一人で、あるアンジェロジオリスーキ教の委託によるものである。おそらくそれが、バルベリーニ家の紋章が絵画に登場する理由と思われる。クロードロランのパトロンであったウルバヌス8世の世俗的な名前、 マッフェオ・ヴィンチェンツ・バルベリーニが示すように教皇はバルベリーニ家の出身であり、ジオリ自身もバルベリーニ家ゆかりの人物であった。ジオリはクロード・ロランに1638年から1643年までに8作品を委託した。1643年の大作品、サムエルによってイスラエルの王を体感したダビデのいる風景。ルーブル美術館所蔵。 岩作を避けるためのクロードロランの作品目録、リベルベリタリスにおいて、本作品は63番に記録されている。クロードロランは、タルソスに到着したクレオパトラが事情を従えて、上陸する様子を、得意とする古典的建築学的モチーフと帆船と、共に、夕日に照らされた港の中に描いている。タルソスは小アジアの南東の海岸部に位置する都市で、あり、従って、 画面の中央に描かれた太陽は、朝日ではなく、夕暮れ時の沈みゆく太陽だとわかる。画家は、プルタルコスの大比列伝、マルクス・アントニウス伝に影響を受けたと思われ、画面右下の前景で、次女たちを従いたクレオパトラは、デリウスの案内によってアントニウスと対面してる。小舟は、画面の左側に並び、マストと帆が、左側全体を占めている。 船舶と港の間には乗客を降ろすためのボートがいくつも並んでいる。右側にはルネッサンス様式の宮殿のファザードがあり、背景には背の高い木々が立つもう一つの宮殿がある。これらの建築要素は想像上のものであり、実在の建築物を参照することはできない。キャンバスの背景の中央部分には太陽があり、いくつかのボートは夕方の光で姿を明かしている。 構成のディテールのいくつかは、プラド美術館のオスティアで乗船するローマのセイパウラがいる風景や、ナショナルギャラリーのセイウルスラの乗船といった画家の以前の作品から撮られている。この作品の最も優れた要素の一つは、太陽の存在である。画家の作品の主な特徴の一つは、イタリアの自然主義やフランスのリアリズムのような拡散光や人工光ではなく、 直接的な自然光の仕様であり、画面中央の太陽からやってきくる光が、絵画のすべての部分を穏やかに照らしている。そしてしばしば光と影の特定の領域に強い、コントラストを配置したり、特定の要素に影響を与えて強調する逆光を配置している。多くの場合、それは水平線を消失点とし、その場所に干渉者を引きつける明るさの中心点を作り出している。 というのは、ほとんど目をくらませる光が背景を前景に近づける焦点の働きをするからである。光は絵画の背景から拡散して拡大すると、それだけで奥行きを作り出し、輪郭をぼかし、色彩を低下させて絵画の空間を作り出す効果がある。一般的にクロードロランは構成を連続する水平面に配置し、 周囲の光に包まれて失われるまで徐々に輪郭が消えていき、最終的に視力が届かなくなる無限に近い距離を感じさせる。彼は港での典型的な場面で太陽を導入したが、これは比喩的な主題のために登場人物を行動させる、口実として機能する。一方で、開けた土地での風景では、絵画の側面からの拡散光が多く、 港のように直接的にではなく穏やかに光を浴びている。ルーブル美術館での展示の様子。並んで展示されているのは同じく、クロード・ロランの1644年頃の絵画、クルセウスを父親のもとに送り返すオデュッセウス。本作品は、サムエルによって、イスラエルの王を体感した、ダビデのいる風景の大作品として制作された後、1682年に、 両作品ともに、ルイ14世が取得して、ベルサイユ宮殿に置き、1785年に、ルーブル美術館に移された。1695年、キャンバスは左右に10センチの追加を受けて画面が拡張されたが、1797年3月に復元された。ありがとうございます。